7回3失点も 3.87 なんよな。防御率で見るとそこまで。5回2失点を続けた方が防御率はいいという事実。そら6回3失点なんか最低限の仕事したってだけのことやし、それ以上のことしないと好投なんて言われないのは当たり前やん。そもそもクオリティスタートの価値って MLB の中4日で見出されたものやろ。イニング数によるやろ。毎回6回3失点で150イニングなら欲しいやん。5から6番手なら、中4日かつ最低限試合作れたって程度の基準なのに、目安として過大評価されすぎ。9回3失点、神かな。6イニング消化は神やろ。クオリティスタートって勝負できる状況を作ったって指標やから当然やろ。MLB で防御率 4.5 で平均6イニングはローテ4から5番手と考えると需要ある。そもそも6回3失点がクオリティスタートと呼べる最低ラインってだけで全試合それだとしたら普通にあかんよな。特別イニング食えてるわけでもないし。いや欲しいわ。各チームローテ6人だとしてほとんどのチームは4枠埋まればいい方やぞ。リード保ってリリーフに繋げられるかどうかが全て。そらいらん言うたら3点取れんチームってことになるし。中6の2本なら7回3失点がクオリティスタートくらいでいいよな。まあでも毎試合6回3失点ならローテ6番手でいたら普通に嬉しいよな。打線が中日なら知らんが。156イニング全試合6回3失点ならええぞ。4.5 でも5から6番手にいたら間違いなく助かる。中6日で6回しか投げないくせに3失点しやがる先発はさすがにいらない負け格やし。欲しいに決まってるだろ。6番手で年間通してそれなら文句なし。毎回クオリティスタート達成するけど3回に1回は無失点に抑えるくらいじゃないと。神宮で6回3失点、お前がエース、バンテリンドームで6回3失点、2軍池ゴミ。調べてたら高梨の成績めっちゃいいレイヤーは、防御率 4.30、7勝9敗11クオリティスタート、どうよこれ。じゃあ9回投げ切るけど必ず4から5失点する投手なら ?6 回3失点の投手は防御率 4.50 やけど、防御率 4.50 の投手に6回3失点はほとんどできない。例えば中日相手にクオリティスタート程度でヤクルトに炎上する投手とかいらんやろ。他人より給料多くもらってるエースクラスで、なおかつプロ4年目以上の投手なら6回3失点でも実際不満あるやろ。登板した試合全部勝つけど援護点全部吐き出すピッチャーいる？ NPB でのクオリティスタートと MLB でのクオリティスタートじゃ意味が違いそう。クオリティスタートできる程度の投手が何億ももらってるのはおかしいと思う。最終的に勝つんならいらん理由なくね。クオリティスタートで評価される投手も、防御率で考えると微妙な成績だと思われがちです。この後もクオリティスタートの評価に関するスレの反応をどうぞ。お前ら結局許さんよな。投手による、ハイクオリティスタートじゃないとダメ。6回3失点、お、ええやん、防御率 4.50、うんこの、なぜなのか。援護もらった直後に投手に支給出して崩れたとかなら許さない。勝ってたら許す。7回1失点でギリギリ9大点の球団があるらしいな。勝ってたらええわ。近代野球は何回投げようと3失点したら勝てないくらいの気持ちでいるしかない。毎試合3失点するくらいなら1失点と5失点を繰り返す投手の方が勝てる真面目に。勝ちたかったら9回1失点が最低限や。初回3失点とかされたらその後抑えても印象悪いよ。許すけど別に戦犯ではないくらいの評価。チームによるし投手によるとしか、セーブの時で優勢なら微妙やけど野上なら許すやろ。エースが7回3失点なら今日は調子悪かったんやなとは思う。初回3失点からその後無失点で6回まで投げる。まあよく立ち直ったわ。5回まで無失点だったのに6回に3失点。はあこいつほんま。せやな勝ってたら許される。負けてたらカスや。松葉なら許すけど柳なら許さん。点の取られ方にもよる、四球連発ヘロヘロとか、点取った直後の追いつかれ失点とかやと何してんねんってなるわな。バンテリンで6回3失点は炎上。3点も取られて勝てると思ってんのか。こんなやつばっかだと中継ぎ破綻するからな、シーズン後半になるとボロクソ言われるよ。実際6回3失点って防御率褒められたもんじゃないよな、少なくとも借金する数字だわ。試合後に今日は援護がなかったとか文句言いでもせん限りはエース級でも叩きはせんわ。今日はちょっと調子悪かったんやなって程度。保証あり FA で来るような投手はハイクオリティスタートしてもらわんとな。結局援護次第。6回3失点の時点で試合はもう負けみたいなもんだから先発は走って帰って2軍志願しろ。クオリティスタートは目標じゃなくて、毎回これくらいはやれてほしいって基準だから、単発じゃなくて年間の達成率が大事。